よな。ここ2000話見てて、あの YouTube なんで、でまあ知ってる選手なんで、まあそんなに大きくないかなっていうと、こうやって試合が決まったことにすごい楽しみ、ワクワクしてますし、はい、やっとここまで来れたので、はい、会長と周りのスポンサーの人たちに感謝があって、はい、早く貢献したいですね、日本のボクシング界に。はい、相手見て感じたものがあったわけ、まあ、特に思った通りかなと、はい、相当会見で気合いの入ったことね言ってたけど、そうですね、うん、まあまあまあよりモチベーション高く練習できたらなっていうのがあるので、うん、すごく自分自身楽しみです、うん、はい、相手です。相手のところで相手持ってるもので一番警戒しているものってどういうところなんですか。まあやっぱりあっちの国特有のこうバーって瞬発力の強いプレスだったり、うん、こういきなり出てくるパンチがあると思うので、うん、そこをまあ警戒はしていますが、うん、まあ、自分のボクシングをするのが一番で、うん、よく見て戦えれば、うん、まあ、勝つと思うので、うん、はい、相手が相当なベテランだけど、はいはい、そこら辺だからこそみたいな、あるいは、スタミナ勝負を持ち込んだりとか、はい、反応速度をついてみたりとか、そういうこと何か考えてますか。もちろん全て想定して考えて、はい、やってます。今回実質は世界戦だと思うんだけど、ベルトはまあかかんなかったんだけど、はいはい、その見据えてるものっていうのはやっぱり当然あるの。もちろん、うん、そのまあ、バレンズエア選手が今 WBA チャンピオンなんで、うん、まあ、ここしっかり勝ってそこを見て、うん、その先っていうのもこういろいろ想定しながら、うん、はい、ビジョンもあるんで、うん、すごく自分の中でも楽しみになってきたかなっていう、うん、はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。上、あっち